加藤栗坂さんっていう方、この方は結構有名で知ってる方もいるかもしれないですけど、盲目で商業の行商をしながら奄美の路上で弾き語りをずっとしていた方が、奄美立事の初めてのやり始めた方って言われてるんですけど、はい、この加藤さん、加藤栗坂さんをこの今歌ってらっしゃる森島貴男さんは小学校6年生ぐらいの時に見て憧れてたらしいんですね。森島貴男さんって今同じブログに写真が出てますけど、はい、この君は おじさまがそう65歳のおじさんなんですよ。おじさんがしかもランニングシャツ一丁なんですよ。肌着ですよまさにこれ。もうびっくりしたもん、この椅子の上にあぐらかいて、奄美立事をこう体の前で立てて、この繊細な楽器を、ね、めっちゃいい写真やからね、この繊細な楽器を弾いてるからどんなナイーブな人なんやろうと思ったら、おーみたいな感じでキャンクキャンクあーっていう、もうね、すごい不思議な掘ったて親みたいなところに連れて行ってくれて、そこで私はヤモリのうんちを頭にかけられました。ボチって言ってなんか変な音がしたと思ったら、えっめっちゃ臭いけどと思って、サボリの糞をかけられましたって言ったら、おーそうか、大丈夫だって言って終わりましたからね。めっちゃ臭いですけどって拭いといたらいいって言って、それだけでした。まあ、そんなめちゃくちゃファンキーな、かっこいい方なんですね。森島さんはその佐藤さんっていう方を憧れて、でそこから始めて、奄美立事を全部自分で作ってるんですよ。え、これは手作りなんですか？はい、この写真の2個目のブログにも、はい、2枚目の写真にはこう上の段見てください。はいはいはい、縦ごとと同じ形をした木の塊が1,2,3,4,5,6,7,8,9 ぐらい並んでますね。そうなんです、発注があったら作って送ってあげたりするみたいで、はぁ木の木で作ってるっていうのかな、全部機械も全部自分で発明したらしくて、ちょうどかまぼこみたいな形の、そうかまぼこみたいな形なんですよ。大きなものを想像してくださいそこに弦が貼ってあるんですね。で、自分で全部工夫して作ってるから、ペグってわかるかな、ギターのこの巻くところ、弦を巻くところはボルトで作ってるんですよ。だから金具を使ったらそのボルトもギュッギュッて自分で巻けるようになってたりとか、すごい工夫してキーも自分で調達して機械も全部作ってるんですよね。もうでいろんな人が来てるの本当に。そして歌も歌え、そう演奏もし、そうなんです。でそのファンキーな65歳の森島さんの、そう今65歳になってから今世の中にどんどん広がり始めてるんです。こんなかっこいい おっちゃんが奄美におるぞっていうので、はい、結構東京とか、まあ、いろんな界隈のミュージシャンからもすごい人気で引っ張りだこになっているんですよ。じゃあ先にこの人に出会ったんだ。そうこの人に出会ったのがすごい大きかったね。じゃあ奄美の伝統の歌をここで聞いてもらおうか。はい、イニスリプシって言って、はい、労働の時とか、はい、お祭りの時に歌うもので、奄美とか沖縄で歌われてきた曲、稲をすると書いてイニスリブシですね、はいはい、三線などで演奏しているもので、さっきの郷土料理屋さんで演奏したものをまず最初にお聴きください。一般的に。イニスリフリオイニスリフリオっていうのがサビの感じ。サビのフリオ。歌いながら実際その稲を振ったりとかってことをしてたの。そうだ、農作業してたんやと思いますよ、これで。楽しげでしょ。こういう手拍子とか来ちゃう感じのイニスリ節を、これを森島さんが歌うとどうなるか、どうぞ。Yeah.
これがさっきの言いにスーリスーリよのとこね。今年夕焼かなに君に青は別の曲ですね。うん、違うでしょ。